ロビス・コリントはドイツの画家である、ドイツ印象主義を代表する画家の一人で、晩年は表現主義的な表現も言った。現在のグバルジェイスク、当時プロイセンのタッピアウに生まれた。1876年からケイニヒスベルクの美術学校に学び、1880年にミュンヘンに移り、フランツデフレガーに学んだ後、ミュンヘン美術院に入学し、ルートビヒホンレフツに学んだ。 1884年にパリに出てアカデミー・ジュリアンのウィリアム・アドルフ・ブグローの工房で学んだ。この間1882年から軍務に就いている。1887年からベルリンやケーニヒスベルクで活動した後、1891年からミュンヘンで活動した。1901年に再びベルリンに移り、個人で美術学校を開いた。 マックス・リーバーマンと共に1899年に創立されたベルリン分離派の最も活動的なメンバーとなり、1915年から1925年の間は会長も務めた。1902年に女性のための美術学校を作り、その学生のシャーロッテ・ベーレントと結婚した。コリントに学んだ女性画家にはドラマリア・プルシアンもいる。 1903年には、ドイツ画家協会の創立メンバーとなった。1911年に、脳卒中で半身に障害が残るが制作を続けた。ありがとうございます。